本日はようこそお越しくださいました。本日この式典、司会を担当させていただきます ABC 朝日放送テレビアナウンサーの福井直人と申します。記念式典開催に先立ちまして、簡単に私の自己紹介をさせていただければと思います。私は関西大学2015年に卒業しまして ABC に入社をしました。学生の頃は KBC 関西大学放送研究会に所属をしていまして、学祭や観艦戦などいろんなイベントを通して応援団の皆さんの活躍する姿を近くで見ていました。その時にその迫力にわあすごいなと感動したのを今でも覚えていますので、こういった100周年のこの節目、司会をさせていただくと聞いた時は本当に嬉しく光栄に感じました。この度100周年の式典に関わることができて本当に嬉しく思っています。また朝日放送の元専務取締役の吉田美直氏が応援団出身と聞いておりまして、会社の偉大な先輩も関大の応援団 OB と聞いて親近感もぐっと湧きましたし、また縁を感じました。こういった縁を感謝しながら今日は式典司会精一杯やらせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。大変お待たせいたしました。ただいまより関西大学応援団 OB OG 千成会の主催によります、関西大学応援団創設100周年記念式典を執り行います。まずは団旗掲揚です。それでは初めに100周年記念祭実行委員長田中正樹よりご挨拶を申し上げます。
創設100周年記念式典並びに記念祭を開会いたします。よろしくお願いします。続きまして学科の斉唱をいたします。誠に恐れ入りますが、ご支障のない方はご起立よろしくお願いいたします。なお学科は3番までです。式は関西大学応援団第100代団長鈴木玲奈穂です。Yeah.
お起立いただき、ここで黙祷を行いたいと思います。関西大学応援団が100周年を迎えるにあたり、これまで関西大学並びに関西大学応援団の発展に寄与され、お亡くなりになられた方々へ感謝の気持ちを込めて捧げたいと思います。黙祷。ありがとうございました。ご着席ください。それではご来場いただいた皆様にお礼のご挨拶を申し上げたく存じます。まずは関西大学応援団第100代団長、鈴木玲奈穂です。
きまして関西大学応援団顧問教授久住春重よりご挨拶申し上げます。ただいまご紹介いただきました応援団顧問を務めております環境都市工学部の久住でございます。本日は応援団創設100周年記念祭に多くの方々がお集まりいただき本当にありがとうございます。今の応援団の隆盛はこの100年の間に活動されてきた OB OG の方々並びに前官大臣のご尽力のおかげと感謝申し上げます。さてその応援団はここにも掲げておりますけれどもこの紫紺の世紀のもとに集いそして活動をしてまいりました。この紫紺の世紀の中には関西大学の校章が大きく描かれております。当然皆さん関西大学の校章はご存知かと思いますが旧制の大学という字に下に足の歯をあしらっております。このような同じような校章を今でも高く掲げているのが早稲田大学です。早稲田はこの大学というところに稲穂を語っておりますけれども、私個人としては関西大学の校章が本当に素晴らしいと思っておるところでございますけれども多分皆様もそう思っておられるかと思います。この足の葉は昭陽館にも歌われておりますように大阪に茂っている淀川に茂っている大阪を代表する植物でございます。また昔の日本は豊足原瑞穂の国と足や稲穂が生い茂っている豊かに生い茂っている国を表しておりまして足や稲穂は日本を代表する植物でもあります。さらにはフランスの哲学者パスカルは人間は考える足であるとあまりにも有名な言葉を残しております。大きな地球の中にある地球大きな宇宙の中にある地球に人間も足も生息しているのは取るに足らないことだと言われておりますけれども人間は考えることができるからだ。人間が人間たらしめるのは考えることができるからだとパスカルは説いておるわけです。すなわち足は知性をも代表する植物であります。大阪を日本をそして知性をも代表するこの足の葉を描いた寛大の交渉を寛大人は長く高く掲げてまいりましたことに対して誇りにしないわけにはまいりません。応援団の紫紺の世紀も全くそれは同じでありましてこの紫紺の世紀のもとに歴代の応援団は集い活動してきたことに対してこの伝統を伝統に対して敬意を表しつつさらにそのそれを超える未来を現在の団員諸君は思考しながら今後とも活動を進めてまいります。今後とも皆様方のさらなる力強いご支援ご指導をお願い申し上げまして私のご挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。
お越しいただいております。ご来賓の皆様方をご紹介させていただきます。本日は大学校友会教育講演会関係者はじめ、他大学からも応援団 OB 会関係者などたくさんのご来賓の方々にお越しいただいております。お一人お一人をご紹介させていただくべきところですが、進行の都合上ご登壇いただいております先生方をご紹介させていただきます。学校法人関西大学理事長柴井啓二様、関西大学学長前田豊様、関西大学校友会会長田中慶信様、関西大学教育講演会会長山田康政様、関西大学出身六代桂文枝様、関西大学体育 OB OG 会会長佐藤浩一様、関西大学二部応援団 OB 長良会会長高和弘様、関西学院大学応援団総部新月会会長藤田春彦様、それではご来賓の皆様を代表しましてご祝辞を賜りたいと思います。はじめに学校法人関西大学理事長柴井啓二様お願いいたします。皆さん、関西大学応援団、本日こういう形で創設100周年の記念祭を行っていただきまして誠にありがとうございます。多くの方が参加をされ、そして現役の学生たちの活動をしっかりと支えていただいたことが今日の式典につながったと思っております。誠におめでとうございます。さて、ご承知のように関西大学も今年はメモリアルイヤーを迎えることができました。ちょうど100年前の6月5日の日に関西大学大学に昇格をしたということで、大変大きな記念式典を行うことができました。ちょうど応援団と同じ100歳を迎えたということになります。大学に昇格しただけではありません。皆さんが日々活動をしておられる、あるいはしてこられた千里山の地にキャンパスの高地を手にし、そして学舎を作り、いわゆる各学部の教授にあたるスタッフを確保して、そして旧制の大学に昇格したということになります。今実は大学4年生の大学日本に800以上あるんですけども、当時は実は5つしか大学がなかった、帝国大学と言われた大学が5つあっただけでした、それが1919年以降を少しずつ私立大学、公立大学が認められまして、関西大学少し遅れたんですけども、1922年に旧制の大学に昇格したその年であります。今言いましたように大学に昇格し校長を手にしただけではありません、それ以外にご承知のように先ほど歌っていただいた学科が制定されたのも100年前の1922年のことでした。そして、当時大学の昇格を主導し総理事を務めた山岡淳太郎が
学の実現を、まさに学歌の中にも歌われています学の実現を高らかに提唱したのも100年前のことでした。ちょうど同じ年に実は応援団が出発をすることになりました。私ども基地起点の中で先ほど言いましたように大学に昇格しました。千里余りキャンパスを手にしました。そして学科が選定されました。最後に学の実現という私たちが100年間大事にしてきた理念がその時に唱えられましたと言った後、実は応援団もできましたと言いたいんですが、なかなかそれを言うと他のクラブに叱られますので、心の中で実は応援団も100年を迎えますよということを唱えながらその4つを紹介してまいりました。それほど応援団の歴史は私たちの大学にとって大変大事な歩みを刻んでいただいた。そして関西大学がどんな大学であるのかを考えるときに応援団抜きには語ることができないと私は思っています。他の大学の例を一つ取り上げますと、同じ都市にですね、東京で、大変有名な応援団が作られました。明治大学の応援団です。ご承知の方も多いと思います。羽織袴でリーダーが応援をするスタイル、337拍子と言われる応援のスタイル、それは明治大学が作ったと言われています。それが東京六大学の野球を通じて各校に広まり、そして全国の多くの大学の応援のスタイルを作ってきたと言われています。それからまた関西大学にも通ずることなんですが、吹奏楽部を応援団の中に作ったのも明治大学が最初であると言われています。ブラスバンドであるとか吹奏楽部、その応援団の要素の一つとしてですね、きちっと組み入れて、そして吹奏楽部といわゆるリーダー部と二部制を取って応援をするというスタイルを作ったのも明治大学と言われています。さらに、バトントワラーズを設置した、これ1963年のことらしいんですが、それも明治大学が最初で、現在チアリーディング部という形で三部体制の重要な要素になっているそうであります。私たちの大学もご承知のようにこの3つ、つまり応援団三部体制で多くの学生がスポーツをする学生、あるいはさまざまな行事の中で、応援団の演舞をしていただいているわけです。で、そういった意味で応援団という言葉からはリーダー部は大変な大切な要素であって、それでだけであるかのように思う人もいるかもしれません。でも多くの学生が応援団の三部体制の中で、若い学生が青春の一コマを4年間の学生生活の中でしっかりと前向きに立ち向かって向かい合って活動し、日々の練習をおろそかにせずにですね、結果を出していただいている、そして多くの、スポーツをする学生を鼓舞していただいていることを、私理事長として皆様に感謝を申し上げたいと思っています。またその現役の学生をしっかりと指導し支えていただいておる OBOG の先輩の方々、今日多く出席していただいております。これからもぜひ、変わりなくですね、現役の学生の活動を支えていただきたいと思っています。先ほど団長の鈴木さんの方からこれから150年も200年もという言葉が出ました。その通りです。100年は一つのきっかけですけれども、次のためのステップ、スタートの年であるとも言えます。どうぞこれから変わりなく、そしてしっかりと両足を地面につけて、応援団の活動ますます盛んになりますことを心から願いまして、私からの祝福とさせていただきます。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして関西大学学長前田豊様、お願いいたします。
皆さんこんにちは、私はまず挨拶を始める前に、ここにおられる現役の応援団の皆さん方そこにもおらっしゃいます。それからこの会場におられる応援団の OB、OG の皆さんに関西大学を代表して熱くお礼を申し上げたいと思います。このお礼の言葉から始めさせていただきたいと思います。本当に応援の活動を長年続けていただいてありがとうございます。ありがとうございます、関西大学応援団は創部100周年の仮設を迎えられました。この吉祥を心からお喜び申し上げます。この間多くの学生先輩の皆さん方関係の皆さん方に支えていただきました。そのご努力ご指導ご支援に心から敬意を表するとともに熱くお礼を申し上げたいと思います。また本日はこのように多くの皆さん方がこの場に創設100周年の記念祭ということでお集まりをいただいております。このことについても合わせて心よりお礼を申し上げたいと思います。さて関西大学では1年を通してさまざまな行事や試合が絶え間なく実施されています。その中で応援団の皆さんが競技をする選手を鼓舞するためにあるいはその行事を盛り上げるために演奏や演舞、チアリーディングを披露されています。私個人的には入学式と卒業式の前に行われるパフォーマンス大変感動します。多くの監視の皆さんが拍手をされたり写真を撮られたり胸に込み上げてくるものが毎回あります。これ以外にも多くの選手の皆さんがこのような応援で励まされ力をもらったことでしょうか。どれだけ多くの皆さんがこのパフォーマンスを楽しんできたでしょうか。この数年間コロナ禍のために思うように競技や行事を実施することができませんでした。実施ができても応援にもさまざまな制限制約が課されていたと思います。そのような中でも競技をしている選手のために仲間のために精一杯工夫をして応援する自分のためだけではなく他者のために尽くすこの姿勢には心打たれるものがあります。複雑化する私たちの社会にとって必要とされる姿勢ではないでしょうか。このような利他主義が応援団の精神の中心にあることをそしてそれが100年続いているということを私たちは誇りに思います。ややもすると自分中心になりがちな現代社会の中で他者のための活動を自分たちの喜びや試練と捉えるそして素晴らしい演技妙技のために日々の練習鍛錬を続けるその意気込みが関西大学応援団では100年脈々と受け継がれてきました。本年度の応援団の方針は進むだということです。関西大学応援団次の100周年に向けて進んでいただきたい新たな一歩を踏み出していただきたいと思います。これからもどうか私たちの力強い応援団でいてください。
関西大学の応援団の未来に幸多かなこと、ますますの発展とともに記念してお祝いの言葉に変えたいと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして関西大学校友会会長田中義信様お願いいたします。今ご紹介に預かりました第11代校友会長を拝命しております田中義信でございます。応援団の皆さん並びに関係者の皆さん、創部100年を迎えられます。誠におめでとうございます。先ほど理事長からもご案内がありました通り、母校関西大学は1922年に関西法律学校から関西大学に昇格したんです。そこからも今年は100年を迎えております。その意味で応援団と二重の喜びでございます。また一口に100年と申しましても、長いこの年月には幾多数々の苦難があったと思います。その苦難を乗り越えて今日まで応援団の活動を活発に続けてこられた先輩の皆さん、関係者の皆さんに大いに敬意を表すとともに感謝を申し上げます。私はこの機会に応援団の校寮を拝見しました。その校寮の中には愛校の精神に徹し、まさしく母校愛に燃えた皆さんがおられます。そして最後の段には不可の退任を全うすることを決す、これはまさしく先ほどから述べられております利他の精神、よりき原則の原理を言っております。今社会に求められているのは、権力者は往々にして自分のために権力を使うから間違っているんです。権力は人のために使うんです。社会のために使うんです。その精神がこの応援団の皆さんの中の生き方として強く訴えられていることに私は非常に感銘しております。そして我々の交友のアスリート並びに母校関西で並びに我々交友会はこの思考の段階を見てどんだけ我々が勇気づけられているか、そういう意味で応援団の皆様方は我々母校にとって非常にありがたい、本当にありがたいと私たちは感謝申し上げます。そのような応援団です。ぜひですね、今後これから交流を記念にして、先ほどありますように150年200年と面々と活動を続けていただきますことを記念します。最後になりますけれども、応援団の皆さん並びに関係者の皆さん、今後ますますのご活躍を記念するとともに、本日ご来席の皆様方のご健勝ご活躍を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、関西大学教育講演会会長山田康政様お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました関西大学教育講演会会長の山田康政です。本日は応援団創設100周年記念祭にお招きいただきまして本当にありがとうございます。また創設100周年、迎えられました応援団には誠に心からお喜び申し上げます。まず最初本当に効果を聞かせていただいて、心が揺さぶられるという感じが本当に言葉として出てきました。
実は私の娘も、体育会でお世話になってるんですが、日頃今日、こういう会に出るんだよっていう話をしたら、いやーなんか応援団の応援ってかっこいいのはかっこいいんだけど、かっこいいだけじゃなくて勇気が出るんだよっていう話と、なんかすごく強くなった気がするんだよって、常々言ってました。で、そういうもんか、私自身は大学で体育会も何もやってなかったので、あまりそういう経験はなかったのですが、今日来て今日初めの校歌を見ただけで、またこの横で校旗が勇ましくそびえ立っているこの姿、これで娘の言ってることが本当に少しですが実感できたような気がしています。先ほど、理事長の方から歴史の方はお話しいただいたので、省かせていただきますけれど、本当にこの100年間、長い歴史の中で創立当初は本当に大所帯、総勢200名の大所帯の、応援団だった と、お伺いしています。ただその当時の応援というのは非常に質素で、本当に掛け声をかけるだけというふうな応援だったというふうにお伺いしています。それがこの100年の歴史をもってリーダー部、吹奏楽部、バトンチアリーダー部、そういうふうにどん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 組織として発展され、今のような姿に変わられたというふうに聞いてます。本当にこのスポーツ競技を応援する中で欠かせない存在であるのが応援団だというふうに感じています。またこの2年はコロナという状態が起き、皆さんさまざまな制限のある中での活動だったかと思います。ただこれまで100年間さまざまな歴史があり、さまざまな苦難を乗り越えてきた応援団のことですから、この2年間これを乗り越えた後はさらなる発展、まさに団長がおっしゃってた150年に向けてさらなる進化を遂げていかれることを今日もって確信させていただきました。また、もうその姿が今目に浮かぶように、感じています。関西大学の応援団の皆様の今後のますますのご活躍によって、その歴史を積み上げ今後さらなる発展を遂げられさせるよう心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。最後に桂文枝様お願いいたします。私は先ほどからあそこに座りながらですね、学生時代を振り返って大変後悔してました。応援団に入っとけばよかった応援団はでも憧れでございまして、今日は仕込んで全て固めてまいりました。こちらに皆さんご覧になって、これから2番目のところに中川先輩が座っておられます。中川先輩は応援団の総監督をやっております。私は50年前に中川先輩とお会いし、そして今までずっといろいろと可愛がっていただきました。その先輩から今度応援団が100周年、君ちょっとなんか喋ってくれ、どうでいいんでしょうか、君ちょっとやっていただきたい、でこの100周年の日に自分が応援団の総監督を引退するつもりや、だから君頼むと言われまして、わかりました。ここへ来て聞いたらこれからも続けられるそうです応援はやめたいと言ったらみんな
なに引き止められたそうです。いや、私としては先輩にずっとやっていただきたいと思います。応援団は素晴らしい。皆さん座ってください。長い僕の話いや本当に応援団長のあれ演武っていうんですか、ね、最初にリーダー泣きましたね。見ていてあれぞ青春、そして重たいやろなすぐ終わるからな大変ですよ、あれを持ってるのは。今日はこういう室内ですから風がありませんが、風が吹いてるところで回して見事ですね。ということで私の挨拶はこれからでございます。関西大学100周年お祝いの挨拶、これからでございます。関西大学応援団様が100周年をお迎えにすること誠におめでとうございます。100年の間にはいろいろ世の中でありました。第二次世界大戦、そして学園闘争など鵜の存亡の危機を乗り越えて今日ここに100年を迎えられたこと、本当に嬉しく思っております。